SLT50 エレファント SLT50 エレファントはドイツ連邦軍で運用されている戦車運搬車である。1960年代、当時の西ドイツとアメリカ合衆国との間で新型の主力戦車の共同開発プログラム MBT-70 がスタートした。この新型戦車は双方の国からの新技術の投入や要求仕様の盛り込みなどによって 車体重量が50トンを超えることが見込まれていた。このため、より積載重量の大きい新型の戦車運搬車が必要であることが明らかとなり、こちらも西ドイツアメリカ合衆国の共同開発プログラムとして、1965年にヘビーエキップメントトランポ70ヘッド -70 プログラムが立ち上げられ、MBET-70 プログラムと、 並行して進められることとなった。その後、アメリカのクライスラー社によって、ヘッド -70 の試作車が製造されたが、予算の高騰を理由に1970年代に、入り MBT-70 プログラムは中止され、ヘッド -70 の共同開発計画も頓挫した。しかしながら、ドイツ・アメリカ両国は、それぞれの国で戦車及び戦車運搬車の開発は、続けており、 ドイツ陸軍は、この結果、両者によって SLT50 から2トラクター及び52トン損、セミトレーラーが開発された。この組み合わせは1971年に初めて試験され、最初の量産車両による連結試験は1976年4月に行われた。生産は1979年に終了し、 約4年間で324両の SLT50 エレファント戦車運搬車が生産され、すべてドイツ連邦軍に納品された。ファウン社はトラクター部の製造を担当し、ケスボーラー社はクルップ社のライセンスのもとトレーラー部を製造した。SLT50 エレファントはトラクター部を開発、製造したファウン社の名を取り、 ファウンエレファントやファウン SLT-50 エレファントなどとも呼称される。なお、ヘッド -70 の共同開発が中止された後、アメリカでは試作車両を開発していたクライスラー社によって M746 ヘッドが完成され、SLT50 とほぼ同時期である1975年から1977年にかけて、 ワードラ・フランス社によって193両が製造された。M746 はアメリカ製の軍用トラックとしては珍しいキャブオーバー型で全体的なシルエットや車格構造は同じヘッド -70 計画をベースに開発された SLT50 エレファントと非常によく似ている。SLT50 からには1994年から 新型のレオパルトに主力戦車の輸送に対応するため、エンジン出力の強化やウィンチの強化などの改修を受け、SLT50 から3使用となった。この改修プログラムは2000年に終了しており、SLT50 から3は2015年までドイツ連邦軍で運用が続けられると考えられている。2002年には、ポーランド軍のレオパルトに A4 の導入に伴い、 ドイツ軍の SLT50 のうち6両がポーランド軍に引き渡された。また、1980年代には SLT50 エレファントを保管するより新しい戦車運搬車として SLT56 フランチェスカが開発され、K49 両が製造され、ドイツ連邦軍に導入された。SLT56 は増加走行装着などにより、 重量の増大したレオパルトに A5、a 六の輸送が可能であるが、トラックターブが s l t 五十の八八輪駆動から八六輪駆動となり、またセミトレーラーには小級タイヤが使われており、オフロード性能は s l t 五十よりも低下している。これを直接の理由としているかは不明であるが、二千年代後半のドイツ連邦軍のアフガニスタンへの派遣においては、 SLT50 から3エレファントが派遣されており、SLT56 フランチェスカの派遣は見られなかった。また、SLT50 から3と SLT56 のトラクター、セミトレーラーには相互に接続互換性がある。2013年になって、ドイツ連邦軍は、SLT50 エレファントの代替となる、新型戦車運搬車として、SLT2 マムートを12両導入した。 SLT にも従来の SLT50、SLT56 のデザインを踏襲したような車両であるが開発はファウン車ではなく満車製の HX77 軍用トラックをベースに開発された HX81 を採用したものである。8輪駆動牽引車52トンセミトレーラー。ありがとうございます。